今日はただいま司会者にお呼びしていただきましたマタイによる福音書の第27章の45節と46節のお言葉から神様の恵みを受けたいと願っております。先ほど申し上げましたように教会の暦では、今日から受難週に入ります。イエス様がロバの、この背に乗ってエルサレムにお入りになりました。群衆はイエス様を迎えてそしてホサナと言って迎えたわけでありますけれども、その後でいろんな一週間の歩みがあります。皆さんがお出になった時に多分すでにお持ちになっていらっしゃると思いますけれども、お持ちでない方は受け付けてこういったものが、手にされたらよろしいかと思いますが、一週間の出来事を簡潔に書いたものがこのパンフレットであります。毎年ですねこのパームさんでねこれを受付に出しておりますので、亡くなった方はあるいは今日帰る時にああちょっと持ってたはず今どっか行っちゃったと思う方はお持ち帰りになってください。亡くなったらまた来年印刷しておきますので、毎年これ出すことにしておりますのでですね、これおこがましいんですが私が作らせていただいて教育部とありますが、昔私が作らせていただいたものでありますけれどもですね、我ながらよくできてるなと実はね思っているんです。どうぞ別に自慢するわけじゃありませんけれども、どうぞご覧になって、そして一日一日イエス様の十字架の御足の後に従っていただければいいかと思っております。でイエス様はですね十字架にお付きになった時に7つの言葉を御言葉お声を発せられたとこう言われております。あるいはもっと言われたのかもしれませんけれども、聖書が記しているのは7つのお言葉を記されておりますので、十字架上の七宣言七宣言なんといってよく知られていることです。7つの中の4番目ですからちょうど真ん中ですよね。真ん中のお言葉が今朝司会者にお読みしていただきました御言葉であります。もう一度ですね45節からもう一度見ますと、45節からさて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。他の福音書にはですね、エロイエロイラマサバクタニという言葉がありますが、これはアラム語で書いた言われたものです。多分イエス様はその言葉を言われたんだろうと思いますが、このマタイによる福音書では、ヘブロ語で書かれております。エリエリレマサバクタニというのはそういう違いがあるって皆さんが聖書を読みになってあら違うんじゃないのっていう方はそのように理解していただければよろしいと思いますが、このエリエリレマサバクタニその意味するところは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。これはイエス様が本当にその十字架の極み暗黒の中からのちょうどこのもう12時から全地が暗くなって3時まで及んだとありますが、その中から叫ばれたイエス様の叫び、まあ祈りでしょうけれども、まあ、叫びと言ってもいいかもしれませんですね。これを、まあ、多くの方々はいろんな解説をしましてですね、それでいろんなことを申し上げます。まあ、実は去年のですね受難週の説教も実はここから私やってるんですけども、去年と同じことをお話をすると先生去年の原稿を引っ張り出して喋ってるのかって言われるといけませんので、全く去年の原稿とは違います。皆さん覚えていらっしゃる方はですね、時々覚えている方いるんですよね。先生この前の説教また3回目ですねみたいなことがありますけどもね。でもそうじゃない、これは全くこの御言葉から別の光をいただきながらですね、これに御言葉に触れさせていただきました。
まず第一に今朝申し上げたいことは、この叫びは誠の人であるイエス様の叫びであるということを申し上げておきたいと思うんです。私たちが信ずるイエス様は神の御子であられましたと同時に誠の人であったということです。神の御子であった神様が人々を救うためにイエス様を十字架に使わすために神様がお使わしになった神様なんだから、死なんかは簡単なこととして、それほど重大なこととして、そのために一つの神様の側からの一つの予定と言いましょうかね、想定と言いましょうかね、そういうことになってるんだからという十字架なんでしょうか。神の御子だから十字架はいとも軽いことであるからというふうに思いなさってはいけない。イエス様は誠の神であると同時にイエス様は誠の人であった、完璧な人間であるということなんですね。聖書を見ますときに、ヘブル書などを見ますと、イエス様は私たちと同じように痛みや試練や試みを受けられた方であるとあります。私たちが経験するいろんな問題課題、私たちはよく自分たちがいろんな問題課題を経験するって、そして誰かが慰めるときに、あなたは私の立場にないから私のこの痛みはこの悲しみは分かりませんよとこう言われる、本当に分からない、人間同士では分からない。でも聖書は言ってるのは、イエス様は誠の人である、私たちが経験する痛みや悲しみや憂いやもういろんな課題が、イエス様もまたそれを通られたと聖書に書いてある。ですからイエス様が十字架にお付きになって、そうして叫ばれた、我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかという叫ばれた、この叫びは簡単な、神の子だから簡単にスイスイと死を通り抜けていくんだろうというふうに思いなさってはいけない。それは本当に死、暗黒のどん底の中から叫ばれた叫びである。私たちが人間が受けるところの不条理、不条理というのは受けるべくのが当たり前でない、そういう当たり前でないところの不幸を受ける、それが不条理ですよね。その最大のものは何だろうか、死でしょう。で、イエス様はそのような不条理をイエス様もまた受けられた。私たちはそのようなものに直面するときに口から出る言葉は、なぜ神はこのような仕打ちを私になさるんだろうか、私がこのような仕打ちを受けなければならない、何か悪いことでもしたのでしょうかという叫びを私たちは口にします。まあ確かにそういうような問題たくさんありますね。誰かのせいで、自分のせいではない、誰かのせいで命を落とさなければならないということはあります。この前にチュニジアでもって亡くなった日本人の観光客の人もそうですね。楽しかるべきところの中で突然何の前触れもなくということです。またあの飛行機が、あのドイツのですね、パイロットの方が何かやったらしいということが今話題になっておりますけども、飛行機150人の
一人が突然亡くなる。その中にも日本人の方が二人、まあ日本人がいたからいけないというと他の国の人はいいんだという意味ではありませんけれどもですね、身近であるということで申し上げているわけなんですけれども、そういった方々は死を直前に、このその死をに直面するその瞬間までなぜそのようなことを経験しなければならないか分かりません。これが不条理ですよね。でもそういう激烈なことで来にいたしましても、私たちの周りにはそういうような問題がたくさんあります。でもこの時にイエス様がおっしゃったのは、我が神我が神とこう言って、あえて申し上げますならば、イエス様はそのような中で神様をあなたと呼んでるんです。我が神と呼んでるというのはあなたという意味なんです。人はいろんなそういう不条理だなんだというようなこと、まあ不条理という言葉は実は哲学的な言葉なんですけども、そういうようなことを言うときにはですね、神とはといって神を第三人称に考えるんです。神はなぜ、神はなぜ、神はなぜ、そうしてそれは不条理だとこう叫ぶんです。でもここでイエス様は神様を三人称としては捉えていない。あなた、第二人称として捉えている。私たちは私たちの人生におけるところの受難とか試練の中に、神をどう捉えているだろうか。神様をどう捉えている。あなた、と言って捉えている。言うならば、神よと呼びかけるのは二人称なんです。いいですか。祈りは二人称なんです。私たちは神様を捉えて祈りの中に神様と私の関係を作るのは二人称、神様という呼びかけ。でも神様を彼、神はという彼三人称で理解している限りは、私の信仰に本当の勝利はありません。先ほど賛美の中にですね、聖歌を賛美しましたが、こう映されておりましたので、それを見てあっと思いますね。書き取らせていく、恵みと悲しみは一つに溶け合うってこういう賛美がありましたね。さっきの恵みと悲しみは一つに溶け合う。恵みというのと悲しみというのとは全く違う。違うですよね。神様から来る恵み、悲しみは別のところから来るんです。でもこれが一つにされていくということは、神様を神よ、第二人称で捉えているということです。イエス様は私たちに、イエス様はあの祈った祈りは我が神我が神二人称で捉えている。全く人であるイエス様、暗黒のどん底の中から叫ぶイエス様の叫び、これが二人称で。このような悲しみとかいろいろ人生の苦難とかというようなことであげると、必ず出てくるのは呼ぶ気が一つの例ですよね。私たちは呼ぶ気を呼びますときにですね、本当にあんなこんな人生が呼ぶが経験しなければならないなんてということ。でも呼ぶ気はですね、1章から37章までとですね、それから38章から終わりまでというのは大きく分かれるんです。1章から37章まではね、神とはといって
神様を三人称で捉えながら議論してるんです。まあ三人の友達とかいろんなのがやってきてですね、そうして議論するんですけども、悲劇とか悲しみとかそういうような試練とかそういうようなものの原因はどこにあるのかみたいなことをあれこれあれこれと議論するわけです。そこまではね、神はと言って神様のことを三人称で取り扱っている。ところが38章からは違うんですよね。38章からは神様がそこに出てくるんです。そして神様が語りかけられた時に神様に応答するんです。そこからガラッと変わってくる、ガラッと変わってくる。そこで神様に彼ヨブは答える。神様から語りかけられて、その神様に答えた時に彼の言ったことは、私は今まで神様あなたのことを耳で聞いていた、でも今はあなたを目で見るようになりましたと言って、次元の違い、神様に対する理解の違いを言ってますね。イエス様があの暗黒の中から、イエス様とて真の人間です、決して死が軽くそこをすいすいと通り抜けるはずはありません、その暗黒の園の中からイエス様が言われたのは我が神ということでした。神よという叫びでした。第2番目の方に申し上げていきたいと思いますが、それではそのイエス様が暗黒の中から見た死とはどういうものだったのかということです。その暗黒の深さというものを見たいと思うんですね。イエス様が十字架の置いてその死に直面した時に叫ばれたその叫び、その叫びは死の深みをそこに見たんです。それはどんな深みだったんだろうか。実はイエス様の死はただの死ではない、十字架の死はただの死ではない、私たち全人類の生き通し生けるもののただイエス様の時代のその人たちだけではない、イエス様を直接に十字架につけたあのローマの兵隊たちのだけのことではない、あるいはその画策したユダヤ人たちのだけのことではない、全人類の罪、それはイエス様のその時代で2000年前のイエス様の時代だけではなくて、それ以前のあのアダムによって罪を犯してから始まったその罪、そしてイエス様以降の今日の人類の全人類の罪の贖いのためにイエス様は十字架にお付きになった。いうならばその罪の刑罰をイエス様が一点にイエス様に集中させて、そうして十字架にお付きになった。その罪の裁きもこの死をイエス様は覗き込んだと言っても間違いありません。人間がどうして死を恐れるのか、なぜ私たちは死を恐れるのか、科学が進んで命のとか医学が進んで、そして最後にそれが果てる時にはどうなるかというようなことがこのですね、進んでいろんな解説をされてきますと、合理的に死というものを解説されてします。そうして死んでしまったらもう何にも彼ももう終わっちゃう、それで終わり、一体一貫の終わりというような考え方が今日の人々の心の中にあるかもしれません。でもそれでも私たちは一人一人は死に直面する、死を恐れる。なぜですか。
聖書に書いてある。人はひとたび死ぬことと死んだ後に裁きを受けるということ、これは定めていると書いてある。次の世界に、死のこの世を終えて次の世界に行くと、私はそこで裁きを、すべての罪を犯した者は神の前に、すべての罪を犯した者は必ず死を受ける、そして死んだ者は必ず裁かれる。これ聖書の教えです。ですから人は死を恐れます。その死をイエス様は全人類の人々の罪を受けた。生きとし生けるもの全てのもの罪を一身で受けたところが来るところの罪の重さ、その罪の重さを背負った死につくということは、イエス様にとって何という恐ろしいことだったんでしょうか。イエス様が死なる神から捨てられたという思いをお持ちになった、父なる神から引き離されたというのは、その一点のみにおいてです。イエス様はヨハネに福音書などを見ますとね、父と私は一つです、どんな時でも父と私か父から離れたことはありませんといったような内容のことをおっしゃっているところがあります。でもここでは父なる神様はイエス様を切り離した、切り離されたと感じたと言ってもいいかもしれません。私たちが追うべき死を暗黒の中でイエス様は追われた。私たちは本当にクリスチャンである者はイエス様によってその十字架の贖いによって罪許されたんです。そして許されているんです。でも私たちはじゃあ許されたということが先行して、そういう思いが先行して、でどんなところから許されたかということを深く理解されられないままに、許された方向の喜びの中に劣っている場合があります。でも私たちはどこから許されたのか、どういうところから罪許されたのかという罪についての深い自覚、これを臨在と言いますが、罪を認めるというんですが、この臨在の念というものを軽く見て、私たちは許された許されたと言って踊り狂うことは必ずしも、まあ喜ぶことはいいですよ、救われた喜びを感謝することはいいですよ、けれどもじゃあどこから許されたのであるか、そのことを自覚しないままの喜びはぬか喜びのようなものだと思いますね。イエス様の例え話になるでしょう。本当にたくさんのこの借財を許されたものと軽い借財を許されたものでは許され方がどう違うかという話がイエス様の話の中にあるでしょう。私たちは本当に大きく許されたもの、あのイエス様が最後の時にあのイエス様のところにやってきた女の人がですね、涙ながらにその涙を流して、その涙をですね自分の髪の毛でこするこの拭いながらですね、神様にイエス様に感謝をしたという女の人がいましたね。でそれを他の弟子たちはちょっとですねやりすぎじゃないのあれはみたいなですね、そんな思い出てやめさせてよ、ちょっとみっともないみたいなことを言ったときに、お前はどうなんだと。私がここに来たときに、お前は私の足を洗ったか、私の足を洗ってくれたか。普通イスラエルではね、外を歩くと来ると足が汚れるから、あのサンダルみたいなの履いてますからね、わらじみたいなものですよ、履いてますから。だから大抵お客さんを迎えるときに足を洗うんです。ところがイエス様がその人の家に行ったときに、その人は足を洗ってくれなかった。
ところがその女の人は自分の涙でもってそのイエス様の足を拭った。多く許された者は多くの罪を許された者はその喜びを表す。本当に多くを許されたという自覚、どこから私が救われたかということ。聖書の中に、旧約聖書のね、レビ記というところの16章というところにね、アザゼルのヤギというのが出てくるんですよ。これ2匹をね、これアーナイの日の時なんですけども、2匹のヤギを用意します。そして1匹の方、1頭の方はその人のその祭司のためにですね、自らのためにその贖いとしてほふられて、そして祭壇に捧げられます。でもう一頭の方はその祭司が代表して全この民衆のですね、群衆の罪を代表してそのヤギの上に手を置いてお祈りします。まあこのヤギの罪をですね、あ、ごめんなさい、その、群衆やそしてその祭司たちの大祭司の罪をこのヤギに転嫁する。でどうしてこのヤギを野に放す、とぼ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 と野に放っていく。これアサゼルのヤギっていうのはね、レビ記の16章っていうところに出てくる。これ何を表現してる、イエス様のうちにイエス様の姿。このアサゼルのヤギのことをですね、後にあのこれ聖書をですね、英語で聖書を翻訳したチンデルという人がおりますけれども、チンデルの人が書いた時にアザゼルのヤギに行くとね、スケープゴートと書いてあるんですよ。このそういうふうに訳したんですよね。スケープゴートっていうのは私日常的な言葉ですよね。誰かを身代わりにして、そうして罪の身代わりにしてにするというのをスケープゴートっていう言葉がありますけれども、そのもともとを訳したのはチンデルという人が訳したんですよ。の言葉なんですね。まさにイエス様は私たちの全部の全人類、しかもそれは生き通し生きる者の罪ですから、イエス様の時代のその前の遥か前の人々も、そしてイエス様の後からの今日の人までの、いやこれからも続くであろうところの主の再臨の時までの人々の罪のすべてをイエス様に凝縮するようにして見せられた。これがイエス様を大きなさった暗黒です。私たちは罪から許されているという、聖書の中で第一ペテロの2章の22節からちょっと今日は私はこの2編か時間的に許されませんでしたので、これに載せておりません。ペテロ第一の手紙の2章というところを開いてくださいますか。ペテロ第一の手紙の第2章の22節からお読みいたします。ペテロ第一の手紙の第2章のページですと455ページになるかな。455ページ。新約聖書455ページですね。2章の22節から。こう書いて。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私の罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさみよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。
イエス様は罪を犯したことがないお方でした。けれども何の口に偽りも見出すことはできないお方でありましたけれども、ご自分から十字架の上で私の罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためである。これがイエス様があの暗黒の中から叫ばれたエリエリレマサラクタリ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかという叫びの、その暗黒の中からの叫びであったということが言える。それは私たちの罪がどんなに大きな罪であったか、重いものであったのか、深いものであったかということを表すところのものであったということが言えましょう。第3番目のことについて申し上げていきたいと思いますが、第3番目にはイエス様は死の暗黒の中から神を父と呼んだ。第一とちょっと似てますが、視点をまたずらしてお話しさせていただきます。イエス様は我が神我が神と祈られました。その暗黒の中から祈られた中でもイエス様はなお神様を我が神と呼んだ。最初は第二人称ということを申し上げましたが、ここでは我が神ということを捉えていきたいと思うんですが、どうして私をお召しになったんですかという祈りながら、それでも神様を神と捉えていることです。罪がどんなに深く、どんなに重く、どんなに大きくても、イエス様は、人類の罪がどんなに深く、どんなに重くても、イエス様はなおもその中で神との関係を保っておられたということから、私の信仰生活にそれを置き換えていきたいと思っています。私たちの群れに去来するところのもの、疑いとか不信とかいうもの、私の信仰生活の中にしばしば経験します。なぜ神はこのようなことを見逃しておられるのかといったようなことです。なぜ私の子供は死ななければならないのか、なぜ愛する者が病に侵されなければならないのかという、そのような疑いの中に、神、それを神様に向けて疑い始めていきますに、疑いの霧の中にどん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 落ち込んでいってしまいます。絶望的な叫び、悲痛な問いかけがそこに生じてまいります。しかしイエス様がなさったように、我が神と呼ぶことです。イエス様のこの祈りは、その暗黒の中に神とのつながりを決して断ち切らなかったということです。神様のその暗黒の中から神様との間を断ち切ることではない、むしろ責められていった。暗黒であればあるほど神をあなたと捉える、神から決して目を離さないということですね。イエス様の十字架のご受難を私たちも自分の信仰生活の中に、自らの信仰の在り方の中に、これを同じように捉えていくということが大切だと思います。その時に、そのような試練の中から、そのような苦しみの中から、戦いの中から、恵みをそこに見出すことができるということです。イエス様は決してその暗黒の中で、確かにそれは全人類の罪を一心に狙ったものであるが、故に暗黒の極みであったことは確かです。
けれどもその中でなお神を神として捉えている。私たちの中になぜ試練が起きるのであるかなということは分かりません。この前にですね、渡辺茂先生の記念会が先週の水曜日に行われたわけですね。任命式とそれから選挙大会の前にその間に挟むようにして行います。で記念の、ですね、この記念誌みたいなものは発行されまして、で渡辺茂先生が今までお書きになった良き道にお書きになった記事と、から私があのですね、枯らし団に書いた記事と、それから、関先生が良き道に書いた記事、から理事長も良き道に書いた記事、これがそのままですね、複製のようにしてその中に入ってるんですよね。ですでに困難教会の皆さんはですから、枯らし団にご覧になったので、みんな私の書いたものがみんなご覧になったはずでありますね。そこに私が書いたのはね、なぜ神様はご自身の忠実な器を途中で召されるのか。まだ60歳ですよね。そういう、問いかけをしました。神様の忠実な器です。本当だったら、本当にこのそんな忠実な器であるなら、もっと長生きさせて、本当にご自身の栄光のために用いていたのが本当なんでしょう。でも神様はある場合においてはその途中で召される。なぜなのかわからない。私人間はそれを計り知ることはできない。このためだとかあのためだとか理屈をこねてですね、もっともらしいことを言ったとしても、それは所詮軽っぽい理屈に過ぎない。人生にはそういうことがあるでしょう。わからない。聖書の中に私は書いて、後でわかるということがあります。それはもちろんイエス様がその後でわかるとおっしゃった、その聖書ヨハネに福音書に書いたのは、人類の死について書いたものではありませんけれども、しかしクリスチャンである私たちにとってはね、あ、なぜなんだろうと思いながら、後でそうだったのかってうなずくことのできることは多くあるんです。なぜだった、なぜなのと思いながらも、あ、このためであったのかとうなずいて、そして主をハレルヤと言って主をあがめることはしばしば私のクリスチャンの経験にあることですよね。ですから試練というものは決して私たちが好んで受けるところのものではありません。でもこれを正しく受けることが大切だと書いてある。ヘブル人の手紙の第12章の11節からページと441ページですが、ちょっと開いてください。ペテロの前です。今ペテロが開いているかと思いますが、ヘブル人の手紙の第12章11節から見たいと思います。新約聖書441ページになりましたね。441ページ読んでいきましょう。11節から読んでいきます。いいですか。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われる。そうですよね。懲らしめを喜ばしいなんて受け取る人はおりません。昔私がまだ子供の頃の教科書の中にね、山中鹿之助って人がおりましてですね、そして彼は神様にお祈りしたって、
我に死の発酵を与えたまえとお祈りしたっていうのがありましてね、それを鮮明に覚えてるんです、子供の頃に。でそういうものはですね、本当に試練というものはですね、喜んで迎えるべきみたいなところがどっかに刷り込まれたのかもしれませんね。でも聖書はそう教えてません。決して喜ばしいものではない。私たちが経験するところの懲らしめとか試練とか戦いとか人生におけるところのいろんなマイナスの要素みたいなようなものは決して私たちが喜んで受けるところのようなものではない。喜ばしいものではない。かえって悲しく思われる。でもね、後になるとこれによって訓練された人々に平安な木の実を結ばせるって書いてある。後になるとってどういう時なんだろうかな思いますね。神様の場合に正しくこれを超えていく必要があると思うんです。だからですからって書いてある。弱った手、衰えた膝、弱った手、衰えた膝、衰えた膝っていうのはこれは祈りを表すと言われてますね。膝がついて私は祈ります。そして祈っても祈っても本当に答えも与えられないような、そのような祈りの膝が弱ってきた。でもまっすぐにそこを立ちなさい。あなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい。慣れた足が関節を外さないために、いやむしろ癒されるためだとこうあります。私たちは本当にそのような試練の中にあったとしても、イエス様もそこを通られたんです。イエス様もそこを通られた。そうしてイエス様はその暗黒の極みの中にも、よろしいですか、神様との父なる神様との関係を断たなかった。先週でしょうか、私ね、イソップ物語の狐の話をしましたね、覚えてますね。ブドウの下の 畑を通った狐の、最初狐は薄く美味しそうなブドウを見て、そして食べられると思ってピョン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 跳ね上がって取ろうとしたけど取れなかった。だから捨てずれてですね、あれは酸っぱいに違いないってそこを去っていったという話をしました。でもね、私たちはしばしばそういうふうにして自分、あれはね、狐の哲学ですよ。あれはもうブドウはスパイっていう、彼ももう決まってるんですよ。ブドウはスパイ、スパイに違いない。で、そこの彼は一回きりでそこ通らない、終わりではないと思う。いつでもそこを通るためごとに、同じように通るためごとに、あのブドウは酸っぱいに違いない。私たちはいいですか、経験する、私が経験するこのクリスチャン生涯の生き方の中に、試練の中を通って神様はこういうお方なんだ、私にこの理不尽なことをご要求なさるお方なんだ、どうして愛するものを手に私から奪い、あるいはどうしてこの私がこのような病になり、あるいはといったようないろんな問題を経験しながら、神とはこういうお方だという哲学を持ち始める。刷り込みが始まる。そうして神とはこういうお方だという、そこから抜け出ることはできない。いつもそこを通る時に、ブドウの下を通る時に、ブドウ畑のブドウのその房の下を通る時に、いつも神とはこういうこと、神とはこういうこと、神とはこういうこと、私たちは思いやすい。でもそこが、そこのそこから、いえそうではない、神とは愛の方である、恵みの方である、そう変えられていく、これが信仰です。
一番最初のところに書いて、あの賛美の中にありましたね、恵みと悲しみは一つに溶け合う。私はさっきここで見させていただいて、賛美しながらこの文字を見させて、心の中には響いてきました。愛する兄弟姉妹、信仰はこれです。人間がどんなどん底の中にあっても、どんな暗黒の中にあっても、神とのつながりを断たない限り、神様はそこに恩寵の道を備えていてください。恩寵の道へと私たちは転化されていく。受難週、一日一日の歩みの中にイエス様の十字架を私は思うのが今週です。そのイエス様の十字架の中に私たちは自らの歩みをそこに重ね合わせながら、神様のご恩寵を、光を、恵みを、愛を覚えながら歩ませていただこうではありませんか。お祈りいたします。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですかというイエス様のこの叫びの中に、イエス様と父なる神様とのこの切っても切れない太いこのつながりの中に、この叫びが言われたことを思うときに、これはまた私たちの信仰生活の中に生かされていかねばならない、そのつながれてあることを思うことであります。愛する兄弟姉妹たち、それぞれのところで戦っております。そして時には疑いも心の中に去来することもままあるかもしれません。けれども、そんな時においてもなお神様に目を向け続けていくことができるように、どんな時においても神に疑うことなく信頼を置いて、主を仰ぎ、そこからあなたから来る恵みを受け止めさせていただくことができますように、助けを与えてください。尊いイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。